はい、どうも、関です。ジャスラックとね、音楽教室がちょっとバトって、一応決着がついたっていう形になりました。音楽教室っていうのはね、ヤマハ音楽教室をはじめとするね、いろんな、音楽教室が、ジャスラックと、争っててね。で、裁判で一応決着がついて、ジャスラックが割と、完全勝利っていう感じだったんですよね。音楽教室を守る会っていう名前で戦ってて、いろいろね、そもそもジャスラックが音楽教室からお金を徴収するっていうこと自体にね、こんなとこからまでお金取るのかとか言われてたりしてたんで、その決着がねついて、一応法律的にはこういう解釈だっていうことは分かったんですけど、もうちょっとちゃんと整理できたらいいんじゃないかなと思って、いろいろ言われてるんでね、もうヤクザみたいな集団だみたいなね、ジャスラックがもしかしたらそうかもしれないですけど、そもそもね、今回の争いっていうのはどういう争いだったのかっていうと、上演権と演奏権に関する争いですよね。音楽教室で、生徒たちがピアノをね弾いたりギター弾いたりして音楽を、調達させるんですけど、その中でね、例えばジャスラックが管理してる楽曲、例えば米津玄師の、曲とかね、「パプリカ」を弾きたいって言って弾くわけじゃないですか。でそれは、他人の著作物なんで、勝手に演奏したりしちゃいけないんですよね、普通はね。でジャスラックが、音楽教室からお金をくださいっていうね、使用料を払ってくださいっていう感じで言って、で音楽教室はこれは、著作権法上、悪いことではありませんと、払う必要はありませんっていう感じでね、断って、でそれで裁判になって、で結果ジャスラックが勝ったんですけどっていう流れですね。今回の裁判の争点っていうのは3つあって、1つは、利用主体が誰かっていうことですね。著作物を利用する利用主体が誰かっていうことですね。でもう1つはこれが公の演奏かどうかっていうことですね。でもう1つが、聞かせるための演奏かどうかっていう、この3つですね。利用主体が誰かっていうのと、公の演奏かで、聞かせるためなのかどうかっていうところがポイントで、なんでこの3つがポイントかっていうと、著作権法第22条が争点になってるんですね。22条ってどういう、条文かっていうと、著作者はその著作物を公衆に直接見せ、または聞かせることを目的として上演し、または演奏する権利を占有するっていう、内容なんですね。で、ここでポイントなのは、公衆にっていうところですね。家でね、適当に誰かの曲演奏する分にはいいけど、駅前でね、公衆の面前で演奏するんだったら、ダメですよっていうね。で、もう一つは聞かせることを目的とするっていう場合ですね。例えばなんか、事件が起きて、そのニュースをこう、ニュース映像を撮ると。衝撃的瞬間を抑えたと。で、その抑えてる時にお店の BGM が流れてるとかね。そういうのはね、聞かせる目的じゃなくて、別の目的があって、たまたま音楽が流れてるってだけなんで、一応 OK とされてると。インスタグラムとかで、なんか映す時にたまたま背景にね、ポスターが映ってるとか、そういうのはいいんですよ。これはまあ演奏音楽とは関係ない話ですけど、でそうじゃなくて聞かせる目的があるかっていうところが結構ポイントなわけですね。で公衆、であるっていう、でそれから聞かせる目的であるっていうね。でじゃあそれをやった利用主体は誰なんだっていう、この3つがポイントなんですよね。で1つ目の利用主体は誰かっていうところなんですけど、音楽教室側は利用主体は生徒か教師って言ってるんですよね。要するに生徒がピアノで演奏したりとか、教師が生徒にピアノを弾いてあげたりとか、もしくは CD 流してね、こういう音楽をやるんだよみたいな感じで聞いたりするじゃないですか。だから生徒もしくは教室が利用主体であるっていうね。要するに生徒が自分で演奏するんだと、利用するんだと。ってことは、その誰に、講習って誰っていう、もう自分と先生しかいないのに、誰が講習なんですかっていうね。講習っていうのは不特定でね、なものなわけですから、そうじゃないだろうっていう。でジャスラックの言い分としてはそうじゃなくて、この場合の利用主体っていうのは生徒や教師じゃなくて、音楽教室の事業主なんだっていうね。要するに音楽教室自体が、うちでピアノを弾くためにいろんな音楽聴いたりとか、いろんな楽譜を使って演奏したりできますよって宣伝して、で不特定のお客さんが誰が来るか分かんないわけですよね。でそれは公衆に対して利用しているっていうことなんですね。で結論から言うと、ジャスラックの言い分が正しかったんですよ、裁判ではね。
で、これはね、もう過去にもいっぱいあって、クラブキャッツ事件とかね、スナックでお客さんがカラオケを歌うじゃないですか。お客さんがね、カラオケ歌うのはこれ自分が歌ってて別に公衆じゃないと、利用主体はお客さんであるっていうね。でも実際にはそうじゃなくて、スナックの経営者が利用主体なんですよね。経営者がうちでカラオケできます、お客さんどうぞ来てくださいっていう感じで、誰が来てもいいですよっていう公衆に対して演奏しているっていう、まあそういう感じですね。それからビッグエコー事件っていうのがあってね、まあ、カラオケなんかね、まあそうですよね、一人カラオケとかあるじゃないですか。一人でカラオケの個室入って、で一人で歌うわけじゃないですか。でお客さん全然いないから、公衆の前じゃないと。だからこれは、自分が一人で楽しんでるんだから OK なんだと、著作権使用料払う必要がないんだっていう話ですよね。でこれも実際には、カラオケの事業主が、利用者なんですよ。歌ってる人じゃなくて、カラオケの事業者がお客さんに対して、誰が来てもいいですよっていう不特定の人に対して、うちで、カラオケ歌いますって言ってるわけですから、これ著作権、の利用主体は事業主なんですね。でこういう、まあキャッツアイ事件でいうと最高裁の判決ですし、まあ、ビッグエコー事件でいうと控訴審判決ですけど、で今回のジャスラックの音楽教室事件でも一緒で、音楽教室事業主が利用主体なんだとっていうところなんですよね。でこうなると、おのずと、公かどうかっていうのは分かってくるんですよね。音楽教室側の言い分だと、利用主体がそもそも生徒なんで、生徒が自分で演奏するってことはお客さんいないじゃないかっていうね、公の場じゃないじゃないかっていうね、感じなんですけど、これ実際には、事業主が、利用主体なんで、講習っていうのは生徒たちのことなんですね。どんな生徒が来てもいいわけですから、誰が来てもいいっていう状態なんで、不特定の講習であるっていう感じですね。で3つ目の聞かせることを目的とするかどうかっていう部分ですけど、これ音楽教室側はそうじゃないと、学習到達度を測るために音楽を聴いたりとか、もしくは、技術を得る習得するために音楽を聴いたりするだけで、音楽聴くことが目的ではないっていう感じですね。でこれはジャスラックの言い分はまあそうじゃなくて、聞かせることを目的としているって言ってるんですけど、これは裁判のね、裁判での指摘がすごい面白くて、いや確かに音楽教室側の言い分も分かるけれども、いや音楽教室側は実際にそうじゃない宣伝の仕方をしているっていう風な指摘なんですよね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、例えばヤマハ音楽教室がね、今回の音楽教育を守る会のほぼ代表みたいなもんですけど、ヤマハ音楽教室のね、ホームページとか入ると分かるんですけど、もう明らかに聞かせることが目的の一部であるかのような宣伝の仕方をしてるんですよね。例えば3歳とか4歳ぐらいから音楽を、いろんな音楽を聴いて耳を育てましょうみたいなね、もう耳を育てれば心が育つみたいな感じで書いてて、3歳ぐらいからいろんな音楽を聴いて、もう耳を養って、肥やして、でいい音楽を聴くことで、なんかこう心が豊かになって、いい演奏への解釈もなんか生まれますみたいな感じでね。だからまずは音楽いっぱい聴きましょうみたいな、そんな書き方してるんですよね。だから、まあ、これは聴くことが一つの、目的であるっていう感じで、まあ、解釈されるっていうことですね。でまあこの3つの、争点が全てジャスラック側の言い分が正しかったという判断なんですよね。今回はそんなところですね。でなんでこういう風な、今音楽教室ってどういう状況かっていうと、事業者の数が773あるうちの10個しかジャスラックと契約してないですよね。773のうちの10個ですね。これ事業者の数なんですよ。で実際の施設の数ってもっといっぱいあって、6856施設ある中の12個しかジャスラックと契約してないですよ。だからまあほとんど契約してないですね、音楽教室っていうのは。全く払ってないっていう感じなんですよ。で今回の件で、まあ、払うべきだっていう判断なんで払うことになると思うんですけど、まあ、ちょっとまた上まで、ね、争うことになりそうですけど、そもそもね、ジャスラックがどうして音楽教室からお金を取るようになったかっていうね、こんなとこまで取るのかっていう、ヤクザだっていうね、言われてる理由っていうのはどういうとこかっていうと、まあ、実際には2000年ぐらいからそれが始まって、2000年には法律が変わって、著作権法附則14条っていうのがね、変わって、変わってというかなくなったんですよね。これは昔からちょっと続く、まあ、昔はねレコードみたいな記録物っていうのなかったんで、レコードと演奏っていうのはまあほとんど同一とされてたんですよね。楽器を演奏するのと CD を流すっていうのは違いがないっていうかね、法律上区別がないっていう感じだったんですけど、だんだん区別していこうっていう感じで整備してって、まあ、付則っていうのは法律に、法律は本則と付則ってあって、
まあ、要するにちょっとした経過、暫定でこういう感じですみたいな感じのちょっとおまけみたいなのがねつくんですよね。付則っていうのもほとんどおまけみたいな感じで、でそれで、音楽喫茶とかね、ジャズ喫茶とかあったじゃないですか、昔は。でそういうところとかね、そういうところ、まあダンス教室とかそういうところで、著作権料払うべきか払わないべきかっていうのは、まあかなりおざなりにされていた分野なんですけど、96年にね、WTO 世界貿易機関が指摘して、これは、ベルヌ条約に反するんじゃないかっていうことで、ベルヌ条約っていうのは、まあ世界的にね、著作権を、各国のオリジナリティのある著作権じゃなくて、まあ、世界的になんとなく著作権ってこういうもんだっていうのを統一していこうみたいな流れがあってね、それがベルヌ条約なんですけど、それに反するんじゃないかっていうことで、ジャスラック側が文化庁に申し出て、で2000年ぐらいに、国会で話し合われて、附則14条っていうのはなくなったんですね。それが2000年ぐらいです。でいよいよそういういろんな場所から、CD 流したりしてるだけでお金取っていいんだっていうことになったんですよ。これは法律の話ですからね、ジャスラックの動きっていうよりは法律の話ですよ。で2003年から協議が始まって、2011年にはフィットネスクラブからお金を取ってるんですね。ジャスラックはフィットネスクラブで CD を流したら、お金払いますっていう感じで、契約が始まって、で2012年にカルチャークラブで始まって、2015年にダンス教室で、ジャスラックと契約が始まったっていう感じで、2017年に音楽教室っていう、音楽教室だけはいや違うとっていう感じで裁判になって、で結果やっぱり払うべきだったっていうことなんですね。まあこれ法律上の問題なんで、ジャスラック云々じゃないですけどね、ジャスラックはアーティストと契約して、もうジャスラック側としてはもう誰かが使用しているところからはもう全部のところからお金もらいますっていう契約をしてるんですよね。もうなるべく漏れがないように全部全てのところからお金もらいますっていうね、そういう契約してるんで、アーティストとの契約上ジャスラックがそうせざるを得ないっていうところはありますよね。ジャスラックがもし音楽教室からお金を取らなかったとしたら、アーティスト側から訴えられますよね、契約違反だって言ってね。なので、まあ、著作権っていうのはこういうもんなんですよ。でジャスラックっていうのもこういうもんなんですよ。でこれがおかしいと思うんであれば、まずジャスラックから離れるべきですよね。もしくはジャスラックと契約の見直しをするというか、音楽教室に関しては、徴収しないでくれっていう契約をするとかね、まあ、そういうことはありえると思いますね。もしくは、著作権のあり方自体に不満がある場合で、まあ、僕なんかそうですけど、そういう場合は、管理団体を通さず自分で全部決めてったらいいんですよね。勝手に使っていいですよとか言ったりとかね、CD が売れたらその分のお金は入ってくるけど、誰かが勝手に、文化祭とかでバンド演奏するのは、どうぞしてくださいみたいなね、ってすればいいんですけど、ジャスラックはそういう、いちいち勝手に決めないですから、アーティストが判断すべきところをジャスラックが勝手に判断したらおかしいんで、なのでジャスラックがどうするかっていうと、全部から取るっていうやり方しかないんですよね。で個別のね、ジャスラックとこういうところから取る、こういうところが取らないっていう個別の契約はもしかしたらできるのかもしれないですけど、ただジャスラックもね、抱えてるアーティスト数が多すぎるんで、まあいちいち個別になんか契約したりするみたいな現実問題難しいのかもしれないですけど、まあであればジャスラックを通さなければいいと思うんですよね。だからアーティストはね、こういう音楽教室から取るなんておかしいみたいな言うんであれば、なんか自分で解決しないといけないですよね。ジャスラックの文句言うだけじゃなくて、契約見直しするとか、もうジャスラック辞めるとか、まあ、何か、アクションを、文句言うぐらいだったらアクションすればいいのかなと思いますね。という感じで今日はね、音楽教室とジャスラックの戦いについて、まあ、一旦ちょっと決着がついたんでね、また上に争いが続くかもしれないですけれども、一旦はそんなところでっていう感じです。はい、以上です。ありがとうございました。